皆様こんにちは、ナザレンコ Andriy です。さて本日は、大阪講演会の時にいただいた質問への答えの続きをやりたいと思います。プーチンの言うスラブ民族ってどこからどこまででしょうか？ウクライナの方はスラブ民族と思っているのですか？もしかしてスラブ民族って差別用語ですか？まず第一の質問は、プーチンの言うスラブ民族ってどこからどこまでという質問なんですね。まず大前提としては、プーチンは何を言おうともそれを聞くべきではありません。彼の主張が本当にもう毎週のように変わりますし、そして彼がもう元 KGB のエージェントだから、人を騙すことは仕事なわけなんですよ。人を騙すことのプロなんですよ。まあそれに安倍さんもかつてやられたんですけれども、だからそのプロのスパイの言うことを信じるのは本当にもう愚かなことであります。で、普通の人はですね、まずは思想があって、まあ主義主張があって、その基盤のもとで、結論を述べる。プーチンの場合はそうではありません。まずより多くの国を、ロシアの支配下に置きたいという願望がありまして、そういうような動きを正当化するためには彼はどんどんいろんな理屈を、並べてるに過ぎないんですよ。でですね、だからウクライナを支配するために彼が使っているのはスラブ民族という理屈であります。つまり、まあロシアとベラルーシとウクライナは同じ民族でありまして、何の民族的な違いがないと。だからウクライナ人もロシア人であると。まあもちろんそういうことがありません。まずですね、まずウクライナ人自身が、我々はロシアと同じ民族と思ってない時点でもうアウトですよ。だってよく考えてください。日本の場合ってさ、例えば大阪にいても仙台にいても北海道にいても、別に現地の人々にお前らは日本人だってしつこく言う必要はないんですよ。もともと同じ民族だったらそれはもうそもそもそう考えるわけですよ、自然と。ウクライナの場合はそれは成り立っていません。で、プーチンはいくら上から目線で、いや、我々とお前らは一緒だって言っても、こちらはそれを信じてなければ、その時点で彼の論がもう論破されてるわけなんですよ。で、彼がウクライナを支配するために同じスラブ民族って言うんですけれども、でも別にロシアって、支配してるのは、スラブの民族だけではないんですよね。例えば、アジア系のブリャット人とか、イスラム系のチェチェン人とか、あとタタラ人とか、いろんな民族を支配してるわけであります。で、プーチンは彼らの支配を正当化するためには何を言ってるかというと、今度はロシアの世界、ロシア語で言うとルスキーミルっていう言い方を使って、その支配を正当化してます。ルスキーミル、ロシアの世界って、まあ日本語で一番近い言葉はロシア文化圏かな。要するに、もう、かつてロシアに支配されて、ロシア化されて、ロシア語を分かってて、ロシアの文化に馴染みを持ってる人々は、みんなそのロシア世界の一部、つまり、ロシアの一部であるという理屈であります。だから彼がそうやって、タタラ人やブリャット人も、ロシアの一部であると主張してます。じゃあ、全くロシアに関係ない領土はどうでしょう。例えば、まあ、日本人に一番わかりやすいのは北方領土だと思います。北方領土はですね、まあ、言うまでもなく、日本固有の領土でありまして、第二次世界大戦で、日本が負けるまでにずっと日本の領土でありまして、ずっとというか、まあ、19世紀からなんですけれども、でも、日本以外はその、島々を実効支配したことがありませんでした。じゃあですね、で、今はロシアはその領土を支配してて、もう本当に、なんといえば恥知らずにもロシアの固有の領土と言ってるんですけれども、その北方領土はね、ロシア語でもどういうふうに呼ばれてるかというと、こうなんですよ。クナシル・イトルプ・シカタン・ハブマイ。こういうロシア語は存在しません。その島の名前からしてもロシアに何の縁もない地域であるにもかかわらず、まあロシアはそれを絶対に譲れないと言ってるわけであります。じゃあその領土の支配を正当化するために彼らが何を言っているかというと、まあ今度は我々は第二次世界大戦に勝ったので、その戦争の結果として我が領土になったので、我々の領土であって我々はそれを絶対に譲らないと。つまりですね、
拡大し、領土拡張主義、覇権主義は基盤にあります。そしてその覇権主義を正当化するためには、彼らはもうどんな屁理屈でも、どんなバカバカしい理由をつけても、それを正当化しようとしています。これは今のロシアの考え方であります。そして、プーチン、じゃあスラブのテーマに戻りましょう。プーチンはよくスラブ主義とか、スラブ民族に触れてます。で、そのスラブの、なんと言えばいいでしょう、スラブ民族の、成り立ちを、分かるためには、まずちょっと東ヨーロッパの歴史に、遡らなければいけないんですね。で、もともと、ウクライナとかベラルーシとかロシアとか、どういうふうにできたかというと、昔、8世紀とか9世紀の時に、東ヨーロッパではバラバラのスラブ族が住んでました。デレブリアニとかポリアニチとか、いろんな細かい、スラブ系部族が住んでました。そしたら、9世紀になると、ここ、現のスウェーデンのあたりから、バイキングの王様が東ヨーロッパに軍隊とともにやってきました。そして、バイキングの王様がバラバラのスラブ族を、支配して、一つの国家にまとめて、そしてキーフ公国を作りました。これはもうウクライナの原点でもあるし、ベラルーシの原点でもあります。だからですね、そうですね。つまり、最初のキーフ公国っていうのは、一般庶民がスラブ族で、王様は、北欧系、北ヨーロッパ系の民族でありました。ところがですね、その北欧系の王様は、特にその民族、なんて言えば、民族の根血に関する法律を特に左右しなかったので、少しずつその民族はどんどん、混ざってしまって、一つの、現ウクライナ人になりました。ウクライナ人というか、そのルーシ人、スラブ人、東ヨーロッパ、キーフ公国の、国民になりました。ところがですね、歴史を見たら明らかですけれども、キーフっていうのは、1500年以上の歴史を持ってる街であります。1500年ですよ。モスクワの場合は、900年ちょっとの歴史しかありません。つまり、キーフの方がずっと古い街であります。で、モスクワは、もともとはキーフ公国の、もともとは存在しなかったんですけれども、で、その後は、その新しくできたキーフ公国は、どんどんその領土を拡大して、で、モスクワまで至りました。そして、モスクワで、ど田舎としては、新しい街、モスクワを作りました。で、ここは大事なのは、そのウクライナやベラルーシの領土に住んでたのは、本当にほとんどはスラブ系民族であります。だからもちろん、そういう国、そういう民族は、固まっても、一つ民族になっても、スラブ系の色は非常に強いんです。ところが、現ロシアの領土に住んでたのは、フィノ・ウグル人っていう、なんと言えばいい、民族、一つの民族ではなくて、というグループなんですね。ロシア語で言うと、フィナ・ウグル。つまり、フィンランドとか、ハンガリーとか、そういうような国々と同じ民族がたくさん住んでました。例えば、エルジャとか、モクシャとか、そういった少数民族ですね。で、彼らは、言語的にも、民族的にも、文化的にも、スラブ文化に何の関係もありません。だから、その、スラブ国家であったキーフ公国は、モスクワを支配すると、今度はその、スラブ民族と、現地の、フィンランド系の民族は、混血します。それから、現のロシア人が生まれます。そういうわけです。だから、今、スラブ系国家っていっぱいあります。今でも。ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、セルビア、クロアチア、ボスニア、いっぱいあります。ブルガリアとかですね。で、そのいろんな国々の中で、一番スラブ民族っぽくないっていうのは、実は今のロシアなんですよ。で、これはですね、言語を見たら一番すぐにわかるではないかと思います。実は、これから表が出るんですけれども、これは、それぞれの言語の、それぞれの言葉の言い方なんですよ。で、例えばですね、その表の中でですね、一番左はロシア語、隣はウクライナ語、隣はベラルーシ語、隣はポーランド語、隣はスロベニア語、隣はスロバキア語ですね。で、例えば、赤いっていう形容詞、赤い。
ウクライナ語では赤いをチェルボネと言います。ベラルーシ語ではチェルボネ。ポーランド語ではチェルボネ。スロバキア語ではチェルベネ。チェコ語でもチェルベネ。じゃあロシア語はどうなってるかというと、クラスネ。もう一文字もかぶってないんですよ。次には仕事という言葉。ウクライナ語はプラチャ。ベラルーシ語はプラツァ。ポーランド語は、プラチャ。スローバキア語、プラチェ、チェコ語もプラチェですね。ロシア語は、ラボタ。他の言い方。林、森。ウクライナ語は、ガイ。ベラルーシ語は、ガイ。ポーランド語は、ガイ。スロバキア語は、ハイ。チェコ語は、ハイ。ロシア語は、ロシア。という言葉ですね。もう本当に、共通点は非常に少ないんです。全く別の言い方をしてます。それはなぜかというと、ウクライナや他のスラブ民族は、もう周りにもスラブ民族ばっかりだったので、本当に純粋なスラブ系の国家としてはいろいろ成長してきました。でも、ロシア語の場合は、モンゴルの支配も長かったし、タタールの首輝もそうなんですけれども、あと、もともといろんな非スラブ系民族をいっぱい住んでたし、こうやっていろんな民族と交流することによって、彼らの言語が生まれました。だから外来語は非常に多いんです。非スラブ言語からの外来語。ウクライナ語の場合はそういうのはないんです。で、だからの今もですね、彼らは、ウクライナとロシアは同じ民族と言いながらも、実はロシア人はウクライナ語を聞いてもあんまりわからないんですよ。なぜかというと、ウクライナ語とロシア語は、語彙の5割しか共有してないんですよ。逆に言うと、ウクライナ語とベラルーシ語は86%も、語彙を共有してます。ウクライナ語とポーランド語は70%の語彙を共有してます。だから私もポーランド語を聞いてもわかるし、例えばチェコ語とかブルガリア語とか聞いても大体わかるんですよ。ロシア人はわかりません。そういうことです。だからですね、文化的にも、遺伝子的にも、一番スラブ民族から遠い国は、もうスラブ民族の中心地を名乗るのは違和感でしかないんですよ、私からしたら。でもそれはロシアのそういう文化なんですよね。あと、スラブ民族は差別用語であるかどうかという問題なんですけれども、もちろん差別用語でも何でもありません。確かに、英語では、奴隷を意味する言葉は slave と言いまして、これは、スラブ民族の名前に由来した言葉であります。なぜかというと、古代、古い時代にはですね、トルコ、オスマン帝国とか、またはそれ以外のいろんなその、あの、まあ、中東、中東というか、仲介とか、いろんな、要するに南の国々は結構、ウクライナの、現ウクライナの領土に、侵攻して、そこで、財産とか、または人々を奪って、で、奴隷として、いろんな国に売ってたわけなんですよね。だから、しばらく経ったら、もう、スラブと奴隷は、同義語になってしまったんですけれども、でももちろん、今のスラブ人は、誰一人もそれを侮辱だと思ってないし、むしろ、スラブという言葉の方が先だったわけなんですよ。しかもさらに言うと、我々はもちろんその奴隷扱いされてたことによって何かの賠償とか謝罪とか求めたことないし、これからも求めることがありません。でもここで、私人生の中ですごく面白い出来事があって、一回はですね、その BLM、Black Lives Matter の運動が盛り上がってた時に、黒人と、議論したことがあります。で、彼がですね、もうしばらく議論したら、彼が何を言ったかというと、いや、お前は白人なんだから、そもそも奴隷制の、悲惨さをわからないと。奴隷制からあなたは不利益を被ったことないから奴隷制を語るなと。でもですね、俺はスラブ人なんですよ。そもそもあなたが私の民族の名前を使わずに奴隷という言い方すらできないんですよ。おかしな話なんですよ。だからですね、本当にその、被害者意識、っていうのは一番捨てるべきことであります。もちろんウクライナはロシアからだけではなくて、それこそトルコからとか、ポーランドからとか、リトアニアからとか、様々なひどい扱いを受けてきました。でもですね、過去の話を過去の話として、覚えるべきです。今現在にそのずっと恨みを持ったりとか、またはそれは現在の、国際情勢に結びつけたりするべきではないと私は考えています。
一番良い例はポーランドです。実はですね、もともと、それまた歴史的な話になるんですけれども、ウクライナって、なぜロシア帝国の一部になってしまいました。もともとですね、もともとというか、モンゴル帝国に負けてから、ウクライナはしばらくリトアニアに支配されてまして、その後はポーランドに支配されました。で、ポーランドも、結構厳しい統治をしてまして、で、そのポーランドの支配から逃げる人たちが、ドニプロ川を越えて、そこの、東側で、コサク国家を作ったんですね。それコサクですね。で、で、ポーランドと独立戦争をやって、独立を得ました。でも、ポーランドの脅威はずっと残ってたから、そのポーランドの脅威、なんていうか、そのポーランドに負けないように、ロシアと同盟を結ぶことにしたんですよ。で、最初は普通の軍事同盟でありまして、でもロシアはどんどんそのウクライナ人の権利を少なくして、で、結局は武力を持ってコサク国家をなくしてしまって、もうウクライナをロシア帝国のただの一部にしてしまったわけであります。それ以外にも、第二次世界大戦より前も、西ウクライナはポーランドに支配されてました。そこもやはりポーランド化政策とかいろいろあったし、いろんな民族的な問題がありました。だから、お互い虐殺したかしてないかとか、いろんな歴史的な議論があります。だけれども、今は最もウクライナを支援してくださっている国はポーランドであります。そしてウクライナも最も感謝している国はポーランドであります。ポーランドこそはですね、自分のもう防衛費の大きな割合をウクライナのために提供してくださってますし、そしていつもウクライナを NATO に入れるべきと言ってくださってますし、そして、ドイツとかフランスとか、もうロシアと停戦した方がいいんじゃないかという時に、ポーランドははっきりと、いや、あなたたちは間違ってます、とはっきり言ってくださってます。そして、ポーランドの大統領も、一回、大きな演説をしてまして、そこではっきり言いました。我々とウクライナ人の間に多くの歴史的な問題があります。しかも、それより大事なのは、今の現状であります。今、ウクライナ人は、不当のロシアの侵略によって苦しまれています。我々もかつてはそのソ連の支配を受けたことがありますし、ロシアはいかにひどい国か知ってます。なので、その歴史的な問題は、歴史研究家に任せましょう。我々の責任としては、我々の兄弟であるウクライナ人を救うことでありまして、で、どんな歴史的な問題があろうとも、それは我々のウクライナを支援する決意に影響を与えないと、はっきり言ってくださいました。これはですね、これは本物の兄弟国家であります。ロシアはですね、一回もそういう言葉を言ったことがありません。彼らはウクライナの存在そのものを認めていない、だからであります。そういう違いです。